Da. Thank you.
お前も探索者か。どうやら一人みたいだな。俺も。
ーストに落ちたやつは二度と元には戻らない。迷いは捨てろ。俺たちならやれるはずだ。これだ。せよ。てい。くらえ。せ。や。ロック。再生するんだ。無事だったか。ところでお前たちはレブナントに定められた義務だ。例外はない。血液か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食しロストに変える危険な石だ。ささやきに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが犠牲になるしかないんだ。声が。何を。手を離せ。飲み込まれるぞ。大丈夫。あなたなら。
今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は血類を治めるのが保護区に住むレブナントが定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。お父さん、お母さん、誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような村のレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。罰が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけでも助かってくれれば。ここは記憶、ここは記憶の残滓、失われた記憶がたゆたう場所。参りましょう。あの階段を進めば元の場所に戻れます。これはあのロストの過去。いや、まさかそんな。今のは一体。記憶、あの血液に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。よろしくな。